ではアルモリカ村にやってきました。今度はねこれです。なんかねマラソンしてる間にね村長の息子がなんか怪しいことやってるっていうらしいのよ。多分それ関連だろうね。久しいなハラルド。あ、そういうこと。うん、いいよ。ていうかハロルドさん断ったらダメだと思うけどね。何？何があった？そうやったね。そうそう、マラソンしてる間にこういう話聞いてたよ。じゃあ適当にいいのかな。あ、早速名前分かったよ。割り、金持ってねえんだわ。全然わかんない。まだ。ああ、さっきの子供たちのことか。言ってた。
ここのこいつかな。あー、アルモリカ村の蜂蜜人気って話はゼロの時からあったよね。あれ、これエリケンさん。あ、エルキンか。新型？おい、ここでその名前出てくるか。は？最新車って言ってたよね。これは行ってみよっか。蜂蜜を使ってなんか事業を起こそうとしてるっていうのは間違いなさそうやね。うん、ダメ、これ以上読めない。まだ、とりあえず戻ろっか。あ、乗りますか。目的地を選んでください。お安いご用です。はい、到着しました。はい、失礼しました。ちょっと LINE してた。あ、そうだ、スキップじゃねえ。これかな、もしかしてさっきなかったよね。ちょっと待って、先に聞かないと。あー、教えてくんない。どこやね。あ、いた。
あ、やっぱりそこは読み通りだった。身なりはいいね。クイーン師匠、はい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 、なるほどね。まんまかい。なんで村長本人じゃなかったの？うん。これはこれは俺ちょっとピンときたことがあって、空の奇跡でさ、なんか無関係じゃないなって思えるようなことがピンとひらめいたものが出てきたんだけど、どこだっけ、もう街の中の街名とか忘れちゃったな。たださ、空の奇跡やってた人はもう知ってるだろうけど、あの孤児院の事件、そして市長だっけな、あの事件さ、もしかしてこいつ噛んでる？
や、多分あれ詐欺師だわ。村の人間にさ、いい印象を与えれればさ、あの何度か往来を繰り返しても怪しまれなくなってくるからね。でも、なんだろう、なんて言えばいい？村長本人には言わなかったのは、まあ怪しまれないようにするためだろうし、若い人間の方がやっぱりああいうのはさ、怪しむことはないと思うからね。村全体を取り込もうとしてる気がする。で、何よりさ、ほぼ全部のさ、製造ラインとかさ、スタッフとかさ、全部クインシー社が用意してくれるっていう話だったじゃん。でも会社とか工場とかってなると結構でかいコストかかると思うんだけど、それ短期間でできるもんなんかな。わ、まだ情報がちょっとまとまらん。ここまでかな。あ、そう。そう、あの絶対規模がでかいものになるはずだから、コストが相当かかると思うんだよね。まだ確定的な情報もないから、うまいこと推理はできんかったな。ただ空の奇跡のあれ、ちょっとピンとひらめいたわ、あの時のあれで。